日本との国交樹立150周年に合わせ、ラテンアメリカ最大の帆船であるペルー海軍の練習艦ウニオンが日本に初めて寄港しました。ペルー海軍の練習艦が今、国旗をなびかせながら港に入ってきました。多くの船員の姿が確認できます。高さおよそ40メートルのマストの上に乗り、手を振る船員たち。白と赤の服で日本の国旗を表している人もいます。今年150周年を迎えた日本との国交樹立を記念して、30日午前、ペルー海軍の練習艦ウニオンが東京国際クルーズターミナルに寄港しました。ウニオンはラテンアメリカ最大最速の帆船で、6月に初めての世界航海へ出発し、およそ10ヶ月かけて14カ国を訪問します。艦内にはペルーの代表的な食や文化などを紹介する展示があり、世界に発信する役割も担っています。アルセコルソ艦長は、ペルーを伝える船として多くの日本人にペルーの魅力を知ってもらいたいと述べ、両国の関係強化に期待を示しました。ウニオンは来月2日まで一般公開され、日没後にはライトアップも予定されています。